これ何やるの？これは自由研究で出すスライム作り。へえ、スライム作るんだ、うん、すげえ、YouTuber っぽい。はい、これなんですか？この中に入ってるのは洗濯物です。へえ、じゃあちょっといただきます。か、え、違う、やばいやつでしょ。やばいやつです。これ、ここから、ここからちょっと、はい、今から配るんですけど、うん、水ヨーグルトって書いてますよ、これヨーグルトの中身は違います。水ですね。水です、はい、水を入れます。どこにここに洗濯のところ一緒に。はい、いきなりもう入れちゃっていいの？ドワッとどんぐらい入れるの？全部入れるの、うん、全部入れていいの？全部入れちゃう。本当ですか？全部入れて混ぜる。こう全部入れて、お箸を割った方がいいんですか？割らなくていいです。どうなるぐらいまで混ぜるとかあるの？これ普通に自分で混ざってなって、ほらこんな風になってる。そこがなくなるような感じ。ちょっと大変なんだね。まあ、ビチャビチャしなくていい。ビチャビチャするって。なんか泡立ってますけど。それはしょうがないんです。ちょっと喋らないとダメでしょ。いやいやいや。こんなくらい、この YouTube 的にコメントされる。いやいや、とにかく混ぜてます。え、なんかこう、何回混ぜると糸引いてくるとかそういうのもないんですか？そういうのないですね。ないですか？普通に混ざったと思ったら、うん、普通に混ざったと思ったらいい、もう OK、うん、じゃあ普通に混ざったかな。普通に混ざったかな。本当に、いや、ちょっとなんかまだあれじゃない。あと100回ぐらいちょっと回した方がいいかな。そういうのはいいから。あ、そういうのいい、いいらしいです。大丈夫です。大丈夫です。で、しっかり混ぜたら、はいはいはい、ここで着色料入れます。着色料、はい、ちょっと紫にする。紫にしたいですね。ね、頑張ってそこ。あ、透明の。透明でいいの？色つけ。え、赤と青の比重ってどれぐらいがいいんですか？自分で、はい、まあ、自分の好きな色に。で、入れたらまた混ぜんの？うんうん。なんでお前だけこれなんだよ、ちょっと。これなんだよ。これなんだよ。着色料の粉。赤それでいいんじゃない？着色料。赤です。俺は。絵の具の赤、この着色料に変えてあげたら。まあまあいいよ、そっち先やって。もしかしたら混ぜらない可能性だったらね。ああ、そっか。青やって赤やればいいです。頑張るね。どんぐらいやりたいんですか？知らないっすね。マジで？うん、出ちゃった。出ちゃった。いや、ほら。いいしょうね。ああ。ああ、粉が粉々してます。大事件、これ事件です。事件。事件は現場で起きてんだ。ちょっとマジか。二次被害。粉だから。はいはい。綺麗。はい。この後お皿がないです。うん。黒怖い。黒怖いね。それ実はイカスミでしょうか。少し濃いめに。少し濃いめ。どれぐらい濃いか黒じゃわかんない。なんかもう。赤全くなんか。こう画面上に見たら俺もなんかだんだん黒っぽくなっちゃうんじゃないかっていう。まあ、黒くなってもかっこいいじゃない。いいかな。あ、赤くなっちゃったよ今度は。赤紫になってるね。あれー、赤入れすぎました。こちらちょっと混ざってだから汚い色になってきたな、これ。おい、大丈夫か、これ汚ねー花火だ。ピンクになってんだ。まあいいんだよ、私はピンクなのが好きだし。ピンク塊ができちゃって、うん、なんか汚いな、そっちも。ちょっと、うん、俺は全く。手ぬぐい入れます？それは大丈夫ですね。予想外。俺も予想外な。いや私の方が予想外で、塊ができて。いや普通。いや、お前は予想通りだろ、それ。うん、
そっちはどうよ、何色になったの。透明でしょ。すごいね、何入れたらそんなに透明になるの。シーロー、何も入れてないし。ちょっとこれ汚いっすよ。しょうがないです。こんなもん。そんな風にやっても薄くなるから、淡い色で綺麗になるから。あ、そうなんだ。うん、ちょっとピンク入れときもあったし。で、少し全部入れちゃえよ。工夫して全部入れちゃえ。暗黒のなんかやばい色になっちゃったね。大丈夫、白入れて薄くなるから。淡い白、うん、さっきも言ったはずだよ。本当にだってね、多分ね、真野くんの黒のままだと思うけど、ちょっと灰色に近くなると思う。じゃあお前もっと黒入れた方がいい。それはやめた方がいいよ。ちょっと放置しようだもんね。入れすぎてしまう色は。なんかさ、これちゃんと混ざらない。あ、泡入ったらいくと大丈夫だったと思うけど。全然ダメですよ、なんか、うん、血が固まってなんかちょっとしょうがない。お前の鼻血みたいだわ。いや、鼻血出したことない。ちゃあ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 、あー、そっちかね。で、私はまだ混ぜてるんだけど、はいはい、終わったらこれ、これでいいんすか。ちょっと黒くなりすぎじゃないですか。で、ちょっと赤入れたらどうですか。ちょっとね、ちょっとずつ様子見て。あ、そこまで出ないんだよね。ないよ、これ。赤を取ってるから、ピンクを作るために。本当さ、紫って赤とさ、青じゃないんだよね、確かね。うん、なんだっけ、何やるといいんだっけ。黒と白。ち、それ違うじゃん、何まさか。灰色やるだけなの。何を言ったの。なんだっけな、なんかあったよね。じゃそこにも本当ね、あ、赤と青じゃないらしいんですよ。大丈夫です、それ伸ばしたりしたら紫になるから。本当に本当に説得力ないと思うから。ない。だってまだ一回使ってみるから。作るの初めてですよ。まあ分数の関係もあんで、これぐらいにしといておきます。はい、尺が押せる。じゃ今度はこれ、はい、これにハンドソープ、はい、適量。適量ってどんぐらいだよ。適量っていうかね、あのね、混ぜて広げて、うん、お皿にまんべんなく広がるぐらいなの。うん、そんなに入れちゃっていいの。ほんとね。どうなるの、それ入れるとどんな感じになるの。 やってみて。は、いや、私もまだ混ぜてるんだよね。じゃあ、しょうがないね。大義のためのストップって言うから。大義のための犠牲となれ。じゃあ、私ストップって言うから。よし、ストップって言うから、それまで混ぜるんですか、これまた。うん、終わったら混ぜる。ここは真っ白になるまで入れていいんですか。そうじゃない。まだ入れちゃって大丈夫。おい、うん、なんかなってきてる。え、そんな風にしてるからでしょ。横向きにしたらさ、下の方に行っちゃうからでしょ。その横に。じゃあ一旦そろそろストップして混ぜて。混ぜてもいいよ。でもいいって、こういうの。出ねえじゃん。おい、出ねえじゃねえか。書けばこの作品。おい、パパ、俺だけ違う石鹸だね。あぶる、なんか。おい、違う石鹸じゃねえかよ。で、しょうがない。どんぐらいまで入れんの。めっちゃ少なる、よかったね。そのくらいじゃない、表面は。私はもうちょっとだけ。そんななんかさ、あのコーヒーのあれみたいな、モカアートみたいなのでいいんですか。下の方からすくうように混ぜて。おおおおお、ほんとだ。なんかモカアートになっちゃうんでしょ。なってきた、なってきた、なってきた。下の方からすくうように混ぜるといいらしいよ。へー、ちょっとね、私ね、そんなね、なんかうまく染まらないんですよ。つぶつぶをね、消してるんだけどね、うん、さっきから。じゃあもう諦めて赤のやつ足しちゃった方がいいじゃないですか。わかりましたよ。その方がいい気がしますね。うん、尺の関係で急いでください。はい、尺の関係で急いでください。わかりました。で、混ぜる瞬間です。また失敗したらまた何か作ればいいじゃん。それだけ。あ、でね、やってろうか。あ、よかった、いい紫になってる。あれ、私もちょっと
血みたいになってたもん。一番ここぐらいで。うん。よかったね、いい紫になった。いい紫になりましたね。ちょっとこれもう少しだけ、ちょっとだけ薄くなる。よ。よ。多分このくらいで。大丈夫ですか。こぼれちゃうと大変だから。うん、まずどんどん黒い。石鹸使います、うん。まだいいですか。使いますよ。茶化の関係上、そろそろ使わなくて辛いから。まあ、尺だけどね。まあ。まあだけか。やったろうか。ちょっと手につくぞ。手についても石鹸だし。やろうか。ちょっと一回止めて、うん、止めようか。一回止めちゃって。